おい姉さん。何？島だぞ。ワクワクするな。ああいい感じ。ちょっと変わってくれ。あちこち飛び回ってはずいぶんヤバい目に遭ってきたけど、ようやくここまで来た。ちょいと一息ついて祝杯と行こうな。偉業を成すのも小さな一歩かな。はい、こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。それではいいか、姉さん、やってみましょう。エレナなら平気だって。エイブリーの財宝だ、喜ぶだろう。どうかな、今回ばっかは年貢の納め時かもな。リバタリアは意外と小さい。確かに、でもここでいいはず。上陸できるとこを探そう。上陸するところったらもうあるしかないんじゃないのか。とりあえず島っぽいのあったな。ああ島っぽいのね。人工のものを探すんだ。ああ海賊っぽいものとかな。だな。ああもしかしたらリバタリアってやつは小さな海の家だったりしてな。じゃなけりゃ木の小屋とエイブリはお宝を隠す仕掛けに熱中しちゃって、リバタリアを作る前に金が底をついちゃったとか。ああどう考えてもさ、ここじゃないな。違う。もしそれがマジなら身を隠さないとヤバいことになる。ここしかねえぜ、どう考えたって。ここサム、調べてみよう。ああそうだな。昔の探検隊の荷物か。なるほど。何見つけたんだ。バーンズ？マジかよ、これはバーンズの孫が書いたもんだ。だからパナマの十字架は空洞だったんだ。ここまでたどり着いたのか。入れないね、あとね。
でもここはないのか。上がれるとこってどこあると思う？あ、なんだ。誰の墓だろうな。まあ、死人に口なしってな。ここ入れないでしょ。これ以上いけないよね。やっぱりこの中かな。ないな。ないよね。いけるわけないじゃん。よし、ここはもう終わり。よっしゃ、準備いいか。うん、そうしよう。人工物があった。姉さん、見てみろ。ここだ。よし。一回裏回るか。不思議だな。ずっと探してたものが目の前まで来てるってのに、期待と怖さで震えちまう。
あの塔に行ってみよう。ああ、行けそうだけどな、行けないんか。古い見張り塔みたいだ。上からなら何か見えるかもしれない。オーケー、登るぞ。これは上だ。おい、この窓だ。ダメだ。こっちっぽいな。なんだろうこれ。何かのシンボルか。コンパスの針か。おお、よくわかった。お前の真似をしたんだよ。とりあえず押す。見ろよ、同じシンボルだ。それに針、どこを指してるか確かめるぞ。ああ、ボートは島の反対側だ。俺がボートを取ってくるから矢印を調べといてくれ。分かった。ロープを使って降りたらどうだ？ネイサー！死んじゃったんかよ。そうかい。
矢印の方向に行ってみよう。分かった。さあ行こう。分かった。せかすな。おい見ろ、また矢印だ。サム、調べてみよう。ああ、そうだな。上を見ろ、滑車か何かがある。でも登れないな。登れるとこはないな。次に行こう。サム、行こう。置いていくなよ。これさっきの、さっきのやつだ。
探しに来たんじゃないの？使えばいいだろう。別の矢印がある。
ついてるな。俺たち一番乗りだぜ。観光スポットにしたら最高だ。洞窟の真ん中にあるでかい柱は登れそうだ。確かに行けるかも。なあ、どうだ、楽しいだろう。何が崖登り。そうさ、秘密の海賊島で崖をよじ登ってるんだ。たまんねえだろ。だな。俺は結構好きだけどな。待てよ、落ちて死んじまったら笑えねえだろ。うわ、エイブリーは案外派手好きだったみたいだな。そりゃそうなるだろう、金はたんまりあったんだ。ほら、近くに行こう。おい、またか。入り口が瓦礫で塞がれてる。最高。まあ何百年もすれば古くなって崩れるってことを考えてなかったんだろう。だな。他の道を見つけよう。おい、サム、ちょっと手貸して。任せろ。よし、いいぞ。気にすんな。持ち上げたりくぐったりと忙しいな。華やかなトレジャーハンターの実態。場所は何だったと思う？アーチは聖ディスマス大聖堂に似てるな。けど何だろうな。
吊り橋がある。ほら、あたりを調べてくれ。了解。で、道が見えるな。でもこれ以外には見当たらない。ちょっと待ってろ。サム、大丈夫か。反対側には来られたぞ。オッケー。ああ、どうにかお前もここに待ってろ。サム、どうした。サム、おい、いるのか。勘弁しろよ。さあってと。妻を怒らせ、親友も追いやって、諦めの悪い二人と軍隊に追われ、しまいに兄貴が行方不明。まあ裏を返せば誰からも叱られずに済むけど。どうやって来たんだ。どこいたんだよ。お前が来る方法を探してたんだ。もういい、そっから飛び移れ。サンキュー。大丈夫か。うん、絶好調。行こうか。オッケー。すげえ景色。聞こえなかった。何、俺の声さ、ずっと呼んでた。聞こえなかったな。心配だった。他のことに気を取られてんのかと。この俺がか。どういう意味だよ。別に、行くぞ。あ、どんな。
なんだ。ちょっと待ってろ。サム、ダメだ、行き止まり。分かった、こっちへ戻ってこい。ジョーク。ジョーク。どっちだ、そしたら。どこに行けばいいんだ。逆？逆行ってもどうしようもないよね。でもとにかくこれを投げるしか方法ないんだよね。行き止まりだからね。あそこに行くしかないんだな、おそらく。もうちょっと下げるか。わかんねえよ。どうやってやるんだ。いやー、わかんねえな。あそこに行きたいんだよね。どうなんだ？ちょっと待ってろ。サム、ダメだ、行き止まり。分かった、こっちへ戻ってこい。ここやっぱりダメなんだ。Huh?
姉さん。ほら、橋のとこに木箱を置いて登れ。逆から降りたらどうなんのこれ。下に道があるぞ。わかった、俺も行く。なるほど。大丈夫か？いいジャンプだ。サム、こっちだ。ああ。よし、こっちで合ってるみたいだな。なんで誰もここを見つけられなかったんだ。なんか上がるとこあるね。じゃない、もうちょっと上がるんだ、おそらく。
施設にいた頃、こんなぶっ飛んだことするって思ってたか？想像以上だったな。から下るみたいだ。注意しろ。結果オーライ。見た中じゃ2番目にでかい貯水池だな。おい、1番はどこだ？後で教えるよ。さあ降りるぞ。こっちから来るんだ。おいおい、マジかよ。たまんねえ。大丈夫か？うん、朝飯前だ。いよいよだぞ。くそ、鎖が壊れちまったのか。いや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 、何としてでも中に入るぞ。一緒に持ち上げるぞ。ほら、よし、さあ行くぞ。あっ、くそ重い。さあ、おたるだが待ってるぜ。なあ、腰がやばいけどな。マジか。またエブリの試練ってやつだ。どう見てもそうだな。
でやんのかな。オッケー、こりゃマジで失礼しょ。たまにある戦闘が火力に移しな。回転すんだな。そういうことか。できたぞ。おい、なんだ。石像だ。海賊の船長だ。アンボニー、ウォールドリッジ、アルバスラに、名前なんだっけ。そのアルバスラって男、どんなやつ。ムガール人、ガンズウェイ号の乗組員だ。それなんでエイブリー。もともと処刑されたやつだったらしい。でも戦闘中に逃げてガンズウェイ号の火薬を爆破した。でエイブリーが連れてきた。その通り。あの男は実力で持ち込んだ。その腕の剣士だ。
二つとも回転してるな。あとは光に当てるだけ。よし。おお、また出てきた。今度はどれどれ。ジョセフ・ファレル、ウィリアム・メイズ、アリク・ビン・マリク、クリストファー・コンネル。あと4人か。バルバリアからハルバルの俺たちと同じ。やったな。
で、最後の船長さんたちはリチャード・ウォル、エドワード・イングランド、そしてトーマス・テュー。サム、見ろ、あそこに行けってことだな。おいおいおい、待てよ、11人しかいないぞ。海賊の親玉がいないな。どういうことだ。何これ、白い粉が落ちる。ほら、違うとこは？ここはないんだ。お、なんだろうこの白いのは。ほら、エイブリー船長のご登場だな。なあ、こいつって結構ナルシストだったってやつ？まさか。じゃあお宝拝見と行くか。うん、下場では結構あるな。んで姉さん、今回の宝探しはどうだった？今までのと比べてみてさ。感想は終わってからだ。頼むから切れないでくれ。切れなかった。よかった。いいぞ、降りてこい。ここは？さあどう行く？ボートはあそこ。どうぞ船長。
よし、エイブリーのバカでかい像がある島は右だ。ついに来ちまった。手の震えが止まらねえ。ああ、興奮ってやつね。それかあれだな、ニコチン不足だ。まあ両方だな。望遠鏡を持ってるようだが、覗いちゃいないな。覗くのは俺たちなのか。宝島がお待ちかねか。ほら来いよサム。ちょっと待て、お前が登れ。いいって譲る。どうも。ほらよ。さあ船長さん、一体何が見える？あそこだ。それで、でかいドクロ型の島だったか。ドクロじゃない、けどでかい。やったな、リバタリアだ。おい、思い通りに行った試しあったか。俺たちしかいないんだぜ。お前もちょっとぐらいワクワクしたっていいんじゃないのか。それはアルカサルへの借りを返してから行こう。まあったよ。何？分かったって。いいや、さっきの言い方は絶対おかしかった。なんか変なこと考えてんだな。ありゃレイフか。しかいねえだろ。までします。ここから離れないと。サーム、はい、サーム聞こえるか。もっと先かも。というわけで、次回もよろしくお願いします。またね、バイバイ。